おめでとう、コースティック。おめでとう。決まりましたね、情報修正。いやおめでとう、めでたい。いろいろね、情報修正、下方修正のアップデートが決まって、レジェンド、キャラクターはまだシーズン1が始まったタイミングでいろいろ入っていくらしいんですが、武器の調整はね、もうすでにアップデート入ったらしいです。だから今日はちょっとね、アップデート情報についていろいろ思うことを話したいなと思うんですが、まずは武器ですね。武器がいろいろね、修正入ってます。で、今までウィングマンとピースキーパーが一強だったんですよ。もう上手くなればなるほど、ピースキーパーとウィングマン以外ありえないみたいな。で、ウィングマンが強すぎて、もう面白くないからウィングマン持たないよっていう人が出るぐらい、もうウィングマンとピースキーパーやばかったんですよ。ですが、まあ、それぞれが弱体化されたらしいですね。ウィングマンは連射速度が落ちる。かつ、スカルピアをつけた時のヘッドショット倍率が、下がる。あと、腰打ちした時、散弾率が上がって、弾が当たらにくくなる。かつ、腰打ちから ADS した時、精度回復の時間が落ちるとかだったかな、っていう感じに弱体化されたらしいです。で、ピースキーパーも、ボルトってクソ強かったんですよ。ボルトのレア度が高いやつをつければつけるほど連射速度がもう速くなるっていう感じだったんですけど、そのパーセンテージが、それぞれのレベルに応じて下がってますね。で、まあ、エネルギー系の武器って結構使われてなかったじゃないですか。なかったので、エネルギー系の武器と弾薬の入手性を全ゾーンで増加するようになったらしいです。まあ、ただこれに関してはあんまり意味ないのかなって思う。あのエネルギー系の武器ってね、弱い。今3種類ぐらいあるんですけど弱いんですよ。もうなぜかっていうと、もうまず大前提に初期武器の状態じゃ全く使えないからです。まあ、LMG もハボックも、もう大前提にターボチャージャーがないとダメじゃないですか。ターボチャージャーがあって初めては使えるなっていう感じなんですよ。マズルフラッシュもでかいしね、あれ。のくせにターボチャージャー、あれ金なんですよ。ゴールドな、レア度が。これが良くないよね。だから結局ね、誰も使わないんですよ。で、基本的にバトルロワイヤルって、まあ、ある程度の弾薬を持って、で、敵を倒して、敵のバックパックから漁って、新しく弾薬を補充するって感じだと思うんですけど、エネルギー系の武器って誰も使わないんですよ。誰も使わないから、自分が持ったところで、で、それで敵を倒したところで、敵から補充することできないんですよね。だから、敵と戦う前に、最初の漁っている状態で、最後まで戦える、1位になるまで戦えるほどの弾薬を自分で初期状態で持っとかないといけないんですよ。だからね、かなり噛み合ってない現状。そこら辺はエネルギー系武器の課題かなって思う。で、あと P2020 とモザンピークっていう、まあ、弱武器があるんですけど、まあ、それの強化は実装されないらしいです。まあ、私ね、バトルロワイヤルあんまりしてない人間なのでわかんないんですけど、まあ、バトルロワイヤル的に最初はこういった弱武器がたくさんドロップされていて、それを拾って戦って、で、敵を倒して少しずつ強武器を揃えていって最後に立ち向かう、みたいなその成長過程、一試合の成長過程がバトルアの醍醐味の一つでもあるから、まあ、弱武器のまま強化はされない。で、ドロップ率を減らすわけでもないっていう感じらしいです。まあ、モザンピークとかはもうちょっとね、俺ネタ武器に捨て振ってもいいと思うけどね、現状本当にただ使い道がないだけっていう感じだから、まあこれはチーム戦 FPS を長年やってきた私の個人的な意見なんですけど、あのネタ武器とね、弱武器ってね、違うよ。違う。弱武器はただの弱武器。ネタでも何でもない。BF でいうリベレーターとかあるじゃないですか。もうただ弱いだけ。ネタでも何でもないよ。まあ、ハボックのセレクトレシーバーつけた時に、スナイパーになるじゃないですか。で、スナイパー、あれ、ただでさえスナイパーって当てにくいのにも関わらず、撃った瞬間にチャージが始まって、スパーンやん。だから、敵が動いているにも関わらず、動いている敵に合わせながらチャージして、バーンな。しかも、チャージを溜めた状態で維持することはできないのよ。撃った瞬間に、ビュイーン、バーン、な。ただでさえスナイパーって当てにくいのに、ビュイーン、バーンやね。絶対。クソみたいに当てづらいやん。ただ当たったら割と強かったりするやん。そういうのがネタ武器、俺の中で。これはただのね、弱武器なんよね。使っててもあんまり面白くないっていう。で、ネタにしにくい。まあエンジョイ勢の目線的には動画にもならんし、まあただ弱いだけっていう感じ。まあバトロワの世界観、そういったその成長過程では必要なのかもわからんけどね。まあこれはちょっと微妙かなっていう感じ、俺の中で。で、こういった武器はもうすでにアップデートで調整入ってるらしいんですけど、こっからですよ。こっから。コースティックの
情報修正ですよ。まあ私ね、前回の動画とかでコースティック弱いとかね、言ってますよ。で、確かにね、弱い。ノラで使う意味とかほとんどないです。ノラでコースティックを使った時、なんか罪悪感が生まれんねん。わからんけど、ほんま、ごめんな、コースティック使って、みたいな。いや、わからんで、そんな、好きなキャラ使った絵に決まってるやん。でも、心の中になんか罪悪感湧くねん。ごめんなって。うん。でも、フルパで、VC ありで、で、完全に毒ガスムーブを使うのであれば、私は今でも強いと思ってるし、打ち合いの弱い初心者にはおすすめだと思っている。うん。思っているが、現状ノラでは全く使えないじゃないですか。ミスマッチしてるんですよ。基本的に、ノラって攻めると思うんです、みんな。で、エイペックスも攻めた方が強い。毒ガスムーブをしない限り、攻めた方が強いよ。攻めと守りに分かれたとしても、守りも絶対攻めた方がいい。うん。っていうぐらいやっぱね、攻め強いんですよ。攻め強いのにも関わらず、コースティックの、そのスキルとかはミスマッチしてるじゃないですか。ノラではミスマッチしてるんですよ。で、かつヒットボックスがクソでかいじゃないですか。で、毒ガスって近距離にしか負けないんですよ。ウルトの毒ガスの投げ物。あれも普通の投げ物より、距離短いんよ。全然遠くに投げれない。だから、結局、近距離用のウルトと、スキルなんですよね。にもかかわらずヒットボックスでかいから、近づけば近づくほど敵のピースキーパーとか、もう前段に浴びてすぐ死んでしまうっていうね、ミスマッチしてるんです、ノラでは。ノラではミスマッチしてるから、俺は弱いって言っとったんやけど、で、それが情報修正入って、まずヒットボックスがね、調整される。これマジででかい。どんぐらい調整されるかわからんけど、ジブラルタルと、コースティック。で、あと、パスファインダー。まあ、三大でかいやつのヒットボックスが調整されるらしいです。これはシーズン1が始まってから、調整が入るらしい。で、しかも、ありがたいことに、一回、調整するけど、それでもさらに、やっぱりヒットボックスがでかいと。やっぱ、これ不利だと打ち合い。っていう感じになったら、別の調整が入るらしいです。で、その調整は、まあ、面積率に応じた、まあ、アーマーを着せるみたいな感じ。だから敵からのダメージ量が減る。うん。っていう感じ。もしくは、このヒットボックスがでかいキャラクターを使っているときは、銃の攻撃力が上がる。だから敵に与えれるダメージ量が増加するみたいな感じの調整を行うかもしれないらしいです。もう本当にね、ありがたい。うん。ステッキャラがいないようにしてほしい。うん。だいたいね、他のキャラクターね、世界ランクとか言ったら、だいたい1万キルとかなんですよ。で、ジブラルタルとかで5000キルとかと思うんですけど、コースティックはね、3000キル。だから、まあ、1000キルか2000キルぐらいしてると世界ランカーに入ってくるっていうレベルで、まあ、ほとんど使われてないんですけど、まあ、そういった感じで調整が今後もされていくよっていうのをアナウンスしてくれたのは、コースティックを愛してやまない私からしたらありがたいです。はい。で、さらに、ガストラップですね、クールダウンが30秒から25秒に変化。で、効果半径と、接近時の検知半径が 10% 増加した。で、これが実際どんぐらいでかくなるかわからんけど、でかい。大体今までだったら体2、3個分ぐらいまでの範囲でしか検知できなかったんですけど、それが 10% 増加すると。で、あと半径、結構短かったんですけど、それも、10% 増加する。これはありがたいですね。で、その毒ガスがダメージを与えるときって、1秒間遅延があったんですけど、それがなくなったという感じです。で、パスファインダーとかも、いろいろ情報修正が入ってます。まあ、いろんな記事サイトが出てるので、見てください。ライフラインとかも、ケアパッケージからレベル4のアーマーとかヘルメットが出る確率がゼロになったとかね。サイトによってね、翻訳が違うから、まあ、できれば自分で翻訳した方がいいと思うけど。で、バンガロールの駆け足、移動速度が速くなるじゃないですか。あれが 40% から 30% に低下したらしいです。ただ、まあ、ジブラルタルがちょっとかわいそうかな。ジブラルタルの盾ってね、もうゲロ弱なんですよ。すぐ割れるし、みたいな感じ。で、しかも、光るやん。オレンジに。うん。遠くから見て、あそこにジブラルタルがいるって一瞬でわかるし、みたいな。当てやすいんよ。もうとりあえず当てやすい。だからね、盾もうちょっと強くしたらいいんじゃないかなって思ったけど、まあ、ヒットボックスが小さくなると、まあ、ある程度役に立つのかな。いや、立たんと思うけどね、どうなんやろ、わからん。まあ、コースティックは、ノラで使う場合はね、本当にね、爆地感がすごいんですよ、現状。毒ガスムーブをノラがやってくれるわけではないので、まあ、荒野で戦った時とかだったら、クソ雑魚な目くじになるじゃないですか。ただ、場所が場所、シップとか、あとバンカーとか、あと、まあ、コースティックが立ち回りやすいようなところに行ったら、もうぶっちゃけね、1対3とかでも余裕で捌けるんですよ。そんぐらいね、振り幅がすごい。コースティックのキャラ自体に安定がしてないよ。パルス運と接敵したとこの戦闘場所によって、コースティック自体の強さが、もうめっちゃ強い。めっちゃクソ雑魚。もうこれな。振り幅がすごいよ。安定してなかったんですけど、まあ、ヒットボックスによってある程度安定してくるんじゃないのかな、とは思う。
個人的には今ね PC 版はねチーターがすごいんですよ。チートツールの販売業者に出会ったことね、絶対 PC 版の人は1回はあると思うんですけど、チーターが少しずつ増えてきたので、まあそれをやってほしいなっていうのと、あと初心者のマッチングですね。せっかく今5000万ダウンロードなんですよ。すごい化け物じみた感じで言ってるんですけど、まあ、初心者と上級者が、まあ、1回しか死んだらいけないバトロワで初手でマッチングされるって、もうクソなえる要素だと思うんですよね。チーム戦 FPS とかだったらいいよ、何回も死ねるから。これ1回しか死ねないからね、まあ流行ってるやん、やろう、周りがやってるからやってみようって感じで軽く入ってくる人ってすごい多いと思うんですよね。でもその人たちが初手で上級者と一緒にこうガッてマッチングされたら、もう上級者によってボコボコされて面白いって感じるレベルになるまでになえる、うん、だからせっかくの新規に対してね、すごいもったいない感じのマッチメイクになってると思うので、まあそこら辺を早めに調整した方がいいかなって思います、うん、俺的にはね、やっぱね、そういった土台が一番最初にね大事だと思うよね。新キャラとかもそうかもわからんけど、じゃなくてまずある程度新規がちゃんとゲロ萎えしながら心に負荷がかかりながら成長していくとかではなくて、ある程度のなんかこう、あ、俺ちょっと強くなったんじゃないかなってい こう小さな喜びを感じさせながら成長して、上級者とやがてぶつかり合わせられるみたいな、そういった土台が作れたらいいよなって思う。まあ難しいとは思うけどね、まあこれからの課題だと思います。まあそんな感じでシーズン1がね、バトルパスが3月の中旬ぐらいからいよいよ始まるのかな、始まると思うので、まあそこら辺からコースティックとかね、いろいろ調整が入ってくると思うので、これからも楽しんでエイペックス行きましょう。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。